さあ今日はどこですか。今日はなんか誘拐されました、ね、誘拐ですか。寒いね、ちょっとね、やっぱこっちは早いでしょ。うん、3時間かかったね。3時間以上ですね。うん、 4時間ぐらいかかったね。5時間ぐらいか。まあ途中休み休みだったからね、1回休みで。証券さんが読み間違えたから。そうていうか誰かさんが寝坊しなければ。まさかの寝坊。ピー入んないからこれ。座りながら、何も考えずに、ぼーっと閉めたら、気づいたら、出てきたら電話がすごいかかってきてて、うん、何事だと思ったら、紹介されて、何を言ってるのかわけが分からない。うん、あ、もう出た瞬間、あ、寝てたなって思ってたから。寝てたというより、なんか頭が回ってなかった。うん、自分で何言ってるのか分からない。どうしますかとか言ってましたよね。そう。えと思ったよ。もういるけど。さあちょっとね、じゃあ1時間ぐらいやって、入りますか。いや、卵は行きました。卵、マフラー注意です。でもあったかかった、うん、はい、準備完了。準備完了。とりあえず最初は闇フィッシュジャッカルの、うん、のノーシンカーから行こうかなって思ったんですけど、うん、シャット投げようかな。どっちかなって。そこまっすぐでいいんじゃない。とりあえず。いや、撮ってるから大丈夫。ゴミはね。結構際にいたりするんじゃないの、もしかして。また逆光だしな。わかんない、初めて来たんだから。でもなんか波紋渡ってるからいるんじゃない、なんかしら。え？ああ、そっちにつけといた方がいいかな。まあね、ベイトはいるってことだよね。うん、なんかすごいマッティーな感じだな。全部俺のせいじゃない。誰が誘拐よ。あぶねえよ。これロケーション最高なんだけどね。向こうに浅間山が見えるのかな。こっちが赤城、ん？赤城かな。いやーちょっと寒いね。なんか引っ掛けてるし。すごいね、さおさし。まあ、ちょっと初めてのとこだからね、どこを攻めていいかわかんないし。あるんだ、
水深は真ん中行くと結構深いのかな。まあ、でもちょっと思ってたところと違う感じかな。もうちょっとテトラとかが護岸、まあこっちはあるけど、ちょっと逆光ですね。こんな感じかな。まあこれからちょっと下ってっていろいろと試してみたいですね。そう、一回ね。あ、映ってるかもしれない。あれ、自分あのギアセカンドになってるから、うん、僕がギアセカンド、あの全部あっちまで行っちゃってる。そうか。ギアルフィか。あ、いいね。なかなかいい感じよ。あの取れ具合が、うん、ないけどね。うん。毎回これですよね。うん。それで何回騙されたことか。もうちょい前行ってやったらいいんじゃないですか。ああ。マサっぽいとこ行って。ちょうどいいね。カットで。なんだろう、何の資料だろうねこれね。行ってみます。スクエル。この網で。抜けるやろそれ。やってみます。うん。見てわかるかい？ロッと童貞。うん、はい。はい。ちょっと待って。よしよしよし。ランディング、ランディング。うん。抜けるかな？いやー、無理でしょ。いやいやー。あ、ごめん。あ、ごめん。ごめん、ごめん。あ、しかも砂。うわ。あ、これやばい。やばいやつだ。川が見えない。え？何してきたかって。うん。うん。よくあるね。俺が投げちゃうかな。さあ、皆さんが見えるでしょうか。それらしいところ。うん。すぎる。ちょっとした小川というか用水路というか。にゃんにゃん、逃げちゃうかな。にゃん、あ、逃げちゃう。残念。ごめんごめん。にゃんにゃん、こんにちは。こんにちは。どうしたの？お腹空いた？うん。寒いね。
ねえ、はい、じゃあね。なんか釣れたみたい。なんだろう。え、なになに？見えない？え、かかってんの？あ、かかってるね。なんだ？お、降りれたこれ。見えた？俺見えない。まだ。え、そんなに高い？あー、見えなかった。ポイでした。ポイか。あ、すごいじゃん、でも。ということで、行きますか。いや、最初早く巻いてて、うん。誰で、ウィポイってなきゃ同じことをして、今度ゆっくりめに巻いたんです。早く巻いてから、うん。少しゆっくりめにしたと。そしたら、ゴンって入って。あ、そう。すごいね。やっぱ食うね、ポイでも。多分この時期、餌がいないから。あー。あ、やっちまったって。なっちゅう格好してんの。あったかいっすよ、マジ。湯たんぽ。なります。いや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 。誰かが飼ってるやつかもしれないし。よくこんな仲いいね。まあ、毛皮着てるしな。毛皮って言っても自分たちがここに着てるようなもんです。確かに。バイバイ。バイバイ。あ、もう撮ってないですか？撮ってます。恥ずかしい。じゃあ、お疲れ様でーす。帰るんかい。どうですか、ここは。いや、名前忘れた。某所。前来たんだよね。某所ですか？某所、某所。ちょっと水が少ないかな。何やっとんねん。いやでもスレっぽいってスレっぽいような気もするんですよね。はい。バレそう。あ、バレた。条件さん、ごめんなさい。やらかした。間に合わなかったか。いやー、釣れたんだけど、ネットが間に合わなかった。今そっち行くわ。うん、だから多分コイが釣ったんだ。あー、惜しかったね。この時餌少ないから、ほんとコイが釣ってるんで。え、何で来たんだっけ。あー、この、もういい加減、限界だな。ライトがないと映んない。エバーグリーンのラストエースってやつですね。見えねえな。こういう。こっち見えます。こっちの方がいいかな。
あ、ライトあります。あ、いいね。で、こういうやつですね。ああ、さっきのね、はい、はいはいはい。で、このこうボディを3等分した時の、うん、頭側の3分の1のとこに針を横から刺して、うん、背中に抜くみたいな。なるほど。で、これはこう右左好きな進めたい方向によってこう、あ、うんうん、出ちゃったまあ刺すって感じですね。なるほどね。はい、自撮り行く。はい、わ、はい、かりました。やらかした。バスも食わせたんですよ、この前に。ちょっと、もう撮影は無理だな。今日そういう日です。ミノーで声もバラしてるし。うん、だね。今日3バラしよく声が降ってくるよな。そうですね、やっぱこの時期多いですね。前も向かって春の多分減衰してて餌が少ないって言ったじゃないですか。うん、あそこ行ってバイブレーションです。